小野沢さん、メッセージありがとうございます。やっぱり小野沢さんですね。今回ね、小野沢さん多分心配してらっしゃると思いますので、ちょっと今まで話しにくかったんですけども、本音の部分をね、少しお話ししていこうかと思います。確かにね、小野沢さんがインタビュアーをやったりとかした頃っていうのは、いいな、ああいう仕事が来て俺には来ないもんなみたいに思ったりとかね、まあ、その後いろんなプロジェクトがなんか思わしくなくなっちゃってね、小野沢さん自身も結構辛い思いをされたんじゃないかなと思いますし、その辛い思いの一部に私みたいなね、ものとか、吉谷さんともかく私みたいなものが小野沢さんと仲良くしてるんだよってことを表現してたがゆえにね、私の方にも小野沢さん大丈夫なんですかみたいなね、こととか、小野沢さんとの関係って久保さんなんかちょっとおかしくないですかみたいなことが届いてるんじゃないかなっていうふうに小野沢さん懸念されてたと思うんですけども、それはね、ないことはなかったんですよ。もちろんありました。でも私は小野沢さんの友人ですから、私がね、そうなんだよ、小野沢さん最近おかしいことしてるよねっていうわけはないんですよ。何を言ってるんだと、小野沢さんがいろんな挑戦をする中で、確かにうまくいかないこともあるけども、それはビジネスや投資を志す者が第一歩、一番目一丁地で覚悟することじゃないの、ね、ましてやどこかに書いてましたとかね、誰かが言ってましたみたいなことを根拠に、なんで時間やお金を使えるのかな、そこは私とは考えの合わないとこだよねっていう風な話とかね。で、どんなことがあっても一緒にいれるのが友人ってもんじゃないの、そんな友人はあなたにいないんですかっていうことはね、まあ、結構このテーマではね、真面目にね、私も返信してちょっと角が立つこともあったんですけども、いや、ここでね、友人を守らずしていつ友と言えるんだと思いましたね。私はね、逆境ではないのかもしれませんけど、あえて逆境って言葉を使わせてもらいますけども、逆境に立たされた時に一体誰が一緒に踏ん張ってるのかっていうところなんじゃないかなと思うんですよ。まさにね、調子のいい時はいろんな人がね、久保さん、小野沢さん、小野沢さんってね、小野沢さんのとこにはいろんな方がね、小野沢さんありがとうございますみたいな感じで来ると思うんですよ。でも風向きが悪くなったら、結局小野沢さんこういうことじゃないですか、だから自分だけうまいこと言ってみたいなね、なると思いますけども、いや、私はね、小野沢さんを友人として思うのは、小野沢さんはね、まあ、動画の中でも言われてましたけども、本当ね、なんかこう悪い言葉を使えば、おせっかいながらですよ、自分は、小野沢さん自身はカメラ転売をはじめ運営するコミュニティとか多くの人の助けがあってね、そしてカメラ転売というビジネスの助け、土屋塾という出会い、こういったもので本当にこう苦しかったサラリーマン時代、サラリーマンを辞めてその後の時代ですよね、そこからなんとかね、一山当てることができたっていうところだと思うんですよ。だからこそ、わ、このすごい世界にリスクはあるんだけども、飛び込んでくる人は俺全力で支援するよみたいな気持ちで発信続けてると思うんですよ。そこは私も同じです。結果的にうまくいかなくなったことをね、叩いてお前のせいだっていうのは、はっきり言って違いますから ね。そういうふうな思いでいる以上、リスクを取って稼ぐなんてことはできないんですよ。もう100万円使えば100万円のリスクが生じますし、200万使えば200万円のリスクが生じるんですよ。だからそれを失いたくないんだったらね、絶対に増えるんだっていうふうな妙な確信があるんだったら、それやればいいですけども、いや、私たち自身もないですからね。ただ可能性が広がったと思うし、そもそもその可能性ってものが最初から最後までインチキだとしたら、私たちも見る目がなかったと思うしかないですよね。でもどんなことがあっても、どういうふうな目にあってもね、理不尽なことがあっても生き残っていかないと、自分の人生なんだから。誰かのせいにしたりとか、誰かを弾いて解決はしないんですよ。で、100万円下げられたら200万円稼ぎに行く、200万円ポシャったら500万円稼ぎに行く、そういうふうな気持ちが前向きなんじゃないかなと思いますし、まあ、小野沢さんはね、いろんなことを心配されてたと思いますけども、私はね、まあ、例えばですよ、小野沢さんがやばい立場に立てば立つほど俺しかいないって気持ちですよ。小野沢さんの元から離れずに君臨するのは俺しかいないと、思いますよ。それはね、私はね、ちょっと一部には
すごくね誇らしいところなんですよ。ピンチに陥った、その例えば小野田さんがねピンチに陥ったとしてですよ、過去にそういうことがあったとはなかなか言いにくいんですけども、その時にいや小野田さんは俺の友人だからねと、少なくとも、いろいろな思いはあると思うけども、あのビジネスがうまくいかなくなっちゃった、投資がうまくいかなくなっちゃった、そういう話は聞くよと。聞くけども、だからといって小野田さんの人格否定とか個人攻撃に入るんだったら私は仲間になれないよと。私は自分の判断で、最終的には情報源はあったにしても、その情報源が小野田さんであったかどうかは別にして、結局は自分で選んで自分でクリックして自分で入金したんでしょうと。それを強制されたとかね、買わされたとかっていうあなたの表現はおかしいと。いまだにそんなこと言ってるから稼げないんだっていうのね、ここからバーッとね、なんかの説教が始まるんですよ。でその説教に立ち直ってくれる方もいれば、結局久保さんも勝ち組の仲間なんですねって言って去っていく人もいると。いや久保さんが勝ち組の仲間って言うんだったら、私から離れたら勝てないですよっていうことをね、最後のメッセージになっちゃいますけども、そういうことなんですよ。これはね、高飛車になってるわけでも何でもないんですよ。あの誰よりも1円10円100円を真剣に考えてるからこそ、稼ぐことは諦められないんですよ。で稼ぐってことは基本的には誰かが喜んで商品を買ってくださって、ありがとねってお返しでお金をもらうことなんですよね。基本的には全てそうです。ただ投資事っていうのは、全く逆ですよ。投資で失敗されて悔しい思いをされている方に言いますけども、投資ってのはお金を悔しい思いをしながら失う人がいるから、一部のやったやったって儲かる人ができるわけですからね。それ以外はないんですよ、ね、投資お金を失ったけどやった万歳って人はいないですよ。ビジネスはお金を払った時に、いわゆるお金を失った時にね、あのサービスや商品が手に入るから、いやお金使ったけどいいものをもらったよねってなるんですよ、ね、じゃあなんでフェラーリが売れるんですかと、3000万、なんでレクサスの高級車1800万が売れるんですか。それはその車を手にすることによって、確かに1800万3000万はなくなるけども、それ以上の日々が手に入るからじゃないですか、ね、車なんて移動手段だよって人から見たら、あんな詐欺みたいな車買いやがってなるかもしれません。で YouTube でもね、カムリとレクサスは中身は一緒ですよみたいな動画もあったりするんですよ。確かにそうかもしれませんけども、でもね、人っていうのは感じ方それぞれなんですよ。高いものを買っている、高いものを買ったってことに対して支払いはきついけども喜びを感じている人もいるわけですよ。まあ、この辺話すとね長くなっちゃうんで、また話戻しますけども、あの小野田さんとの関係に私は揺らぎが生じたことは全くないです。むしろね、揺らぎが生じてるとしたら、あの澤部寛さんと仲いいので、あっちくしょうなんかいいな、羨ましいなと嫉妬することはありますけどね。でも寛さんもとっても楽しい方で、私とかね大和に目をかけてくださって嬉しいなと思います。まあ新橋で一緒にビール飲んだり焼肉食べたりね、ホープ県で締めのラーメン行ったりとか、今から楽しみですね。まあ緊急事態宣言かなんかありますけども、オリンピック終わったりとかね、それから時期が落ち着いて爽やかな風が吹くようになって、暑さも過ぎ去った時にお会いしたいなと思いますし、そしてね、ぐちゃぐちゃっといろんな話しましたけど、小野田さん、土屋塾リターンズ、これね、小野田さん、吉田さんは嫌がると思いますけども、なんかね軸になって私たちでやってみたいですね。それこそ埼玉アリーナかなんかを取ってっていうスケールはやっぱり小野田さんだなと思います。いや私はそこまで壮大なことを考えるとね、集客できるのかなって、小野田さんから見たら私がね100人持ってくるなんて朝飯前だと思うでしょうけども、私もね陰居暮らしみたいなことをしてもうね適当な放送になってますんで、もうそこまでね吸引力は今ないんですよね残念ながら。で最近この半年間の最もいい速稼塾の塾生さんっていうのは生活保護の方なんで、とても埼玉アリーナに来たりとかね、そこで何万何十万使ったりする、そういうふうなねことをさせるのはちょっと気が引けるなというところもありますんで、まあでもねやりましょうね、小野田さんね、土屋塾リターンみたいな感じでね、でそこに私たちが土屋さんを呼ぶみたいなね、土屋さんにとってもこんな名誉なことはないと思うんですよ。自分の塾生が稼いで、そして稼いだ塾生が人を稼がせ、ネオヒルズというそういうふうな時代は終わりましたけども、新しい形のネオヒルズではないですけどもね、それぞれのネットビジネスの、重鎮となり
大御所となり、ことをなす人間として新しい時代を作っていくと。確かにね、土屋さんの方が年下で、なんでね、世代交代がなんか年寄りがやるんだって話になりますけどね、なんかそれも込みでなんか面白いじゃないですかね。小野田さんと私、吉谷さん、まあ、特に小野田さんと私は結構なお年でございますお年でございますけども、でもこの世の中ロスジェネ世代と言われる人もいますし、7040問題とかね、8050問題って本来だったら一番活躍しないといけない私たちの世代がどういうわけかね、引きこもってみたりとかね、ちょっとね、人生に疑問を持ってみたりとか、離婚して家庭崩壊だったりとかね、自宅を手放したりとか、本当に悲惨なニュースが多くて、私のところには同年代、そしてちょっと上の方からの切実な相談が寄せられています。小野沢さんのところにもそうでしょう。で、私は仲間として、クラスメートとして、そういう方も身内としてね、全力で立ち向かって問題解決に力を注ぐ所存なんですけども、ここら辺でね、そういう人たちのためにも、ためにもですよ、あ、自分の信じてる久保さんは、自分のついていってる小野沢さんはこんなでかいことをやってる人なんだな、とすごいな、とでかい会場で多くの人を呼んで本当に貴重な話をしてくださった、 すごいな、とそれが思い出になって頑張れるなっていう風に感じさせることぐらいできるのかなと思うんですよ。まあ、ですんでね、これちょっとね、ここだけの話ではなくて、徐々に詰めていっていい話にしたいなと思いますし、私もその時にはね、間違いなく私の子供ヤマトは10歳ぐらいになったらトレードをやってると思いますしね、10歳ぐらいになったら自分の会社を作ってビジネスをやってると思います。そして月収100万200万なんて朝飯前だと思いますよ。私の子供ですからね、私の知識と経験で私の子供に最も濃いエッセンスを送りますんで、稼げなくなるわけがないです。で、すでに今ね、タブレットでね、スワイプしながらクリックして動画勝手に見てますからね、1歳半で私がね、40歳になってもやったこと、来なかったことをもう1歳でやってるんですよ。何なんだこれはと思いますよね。これだけアドバンテージがあって羨ましいなと思いますね。そして見てる景色も多分違うと思います。平凡なサラリーマンの家庭を見てるわけではないですし、たまにしか帰ってこないお父さんを見てるわけではないですし、ローンに追われてる家庭を見てるわけではないと思います。全ての地盤がうちの子供は違うんで、羨ましいなと同時にこのスタートを与えられてよかったなとも思います。まあ、この私のね、大和くんの話はこのぐらいにしておきますけども、もう一回ね、ここまでをまとめさせていただいて、まあ、小野田さんとの関係はこれからもね、いい感じでやっていただければ幸いでございます。で、お互い挑戦をしますから、その反動はあると思いますけども、だからといってなんかね、妙な感じになったりすることはないと思います。それは私は小野田さんという人間そのものを、まあ、惚れ込んでいるからなんですよね。まあ、たまにはね、失敗談でお互いに笑い合うこともあるでしょうけども、それも重要な私たちの足跡の一つだと思うんですよ。で、そもそも私たちはお互いにサラリーマンをやってましたよね。そのサラリーマンを選んだこともどうだったのかなっていうところがあると思います。言ってみれば、サラリーマンをしていることをもしかしたらね、笑われてたかもしれません。そしてサラリーマンを辞めて自分で会社をやってみたけども、お互いね、すんなりうまくいったわけではないですからね。そういうことを考えると、有名大学を狙って小中高と過ごして、大学を出たけれどもなんかいまいちうまくいかなくって、会社を辞めてみたけどもなんとも早って感じでね、最終的にはネットビジネスにたどり着いて、そこでお互いなんか自分たちの人生をやっとね、歩み始めた。それが40半ば後半だったのかなと思います。まあ、だからね、多くの方に言いたい、できるんだということです。思考は現実化するって言葉、いろんな捉え方があると思いますけども、今一度改めて私の本当の言葉の意味をね、お話したいと思います。思考は現実化する、ね、そういうふうになりたいと思わなければ、そういう思考をしなければどこにもたどり着きません。そして思考は現実化する、現実化するってのは一人でになるみたいな印象を与える言葉ですけども、思考を現実化するぞというふうなね、意思を込めて思ったんだったら、そっちに向かって歩み始めることはもうすでにもう始まってると思うんですよ。で、こういうことも言いました。
遠くに目標設定をしたら、足元を見て今日やること、1秒1秒をやることをちゃんとやっていけば、遠くの目標にはたどり着くんですよ。そのために人生ってのは、これからでもね、40代の方、50代の方、十分使う意味はあると思います。それだけの価値はあると思います。だってあなたの人生ですよ。そのぐらいのことをやる価値はあるでしょ。素晴らしい人生を手に入れるためにはできると思うんですよ。その先に何もない闇の世界ってことはないですからね。でも今の活動を続けてきてどうですかね。明るい未来は描けますか。そんなに遠くないですよ。60歳がもう間近ですよ、私たちは。ね、小野田さん、10年もしないうちに60歳が来るって怖いですね。あの赤いちゃんちゃんこを着てる人は随分なおじいちゃんだと思いましたけども、私たちの番になってきました。もう見えてます。70歳、80歳。老後っていう言葉、私たちは老人の入り口に立ってます。だから、ともすれば、老害と言われる瞬間もあるかもしれませんしね。だからこそ、何かに挑戦する姿をいっぱい見せていきたいですし、そしてね、エステに通ってね、ツヤツヤで若い肌を手に入れて、そして小野田さん、恋をしましょう。恋愛を。40代の、50代の恋愛を、これでもかってくらいね、見せつけてやりましょう。恋愛には金がかかります。でも、ケチなこと言わずに、バンバン女性には金を使ってね、へっちゃらな顔してましょう。お互いに。私はもう、一人の人に決めて、そこに惚れ込んでいきます、これからも。でもね、もしかしたら、私が、独身で会って、子供もいなくって、今の奥さんと出会ってなかったら、未だにですよ、多くの恋を求めて同時恋愛、同時多発恋愛楽しんでいたと思います。なんかそういう人生もあったかなと思いますけども、おかげさまで今はね、小野田さんのおかげもあって今は誰よりも大好きな人と過ごしていますね。それこそね、毎日聞いてる方見てる方が恥ずかしくなるぐらいの愛情表現してますからね、私はね。惜しげもなく今までたくさんの人に向けていたものを一点集中しているというね。まあビジネスも同じですよね。一点集中から始まると思いますし、一点集中に終わると思います。いろいろやりましたけども、私たちは結局何がしたいのか、自分の人生を生きたいわけですよ。ほとんどの方は残された選択肢を選んでいますけどもね、失礼ながらね、私たちは新しく生まれた選択肢にどんどん飛び乗っていって、新しい時代をね、この目でこれからも見ていきたいなと思います。思い出せば、幼い頃、未来の日本は、未来の世界は、ものすごく明るい、楽しい、ワクワクするような、そんなものを見ていました。ね。タイヤのない車が、宙を走り、街は高層ビルだらけで、そのチューブみたいな中をね、車が飛んでいく。家では仕事ができて、家では学校に行けて、もうね、全ての概念が変わった、そんな時代に私たちは行くんではないかなと思ったけども、あんまり変わってないですね、ぶっちゃけね。あんまり変わってないけども、私たち個人でどん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 変わっていく人はいるわけなんですよ。まあ小野田さんとはこれからもそういった世界を共に見ていく、そしてそんな話を新橋のガード下でやりたいですね。はい、前回お会いした時の焼肉ごちそうさまでした。そして海鮮もいただきました。これからもありがとうございます。よろしくお願いします。はい。ね、あのヒゲやっていきますよ、私もね。ヒゲ脱毛ね。でからほうれい線とかね、こう本当にね、若返りたい、私はね。ちょっとヘアスタイルも床屋じゃなくって、もうちょっとね、軽めの色にしてみたりとかね、やってみたいですね。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。野田さん、ニンニンでございます。